はい、しおこチャンネルでございます。はい、本日の商品はですねこちらです。ダブニャになりますじゃなしにですね、こちらです。こちらね、チャッティーマンというあのなんかどっかで聞いたことありますね。これねチャッティーマンなんかドリーマンみたいな名前ですけど、あドリーマンですね。これね会社ドリーマン林さんからあの発売されております。まあ、なんか名前変わったのかなと思いましてね、こちらねチャッティーマンって書いてるんでね、見てください、これ、ここ、チャッティーマンって書いてるでしょ。まあ、猫用のね、あの商品、全部チャッティーマンってなるんでしょうね、これね。知らなかったですね、すいません。こちらですね、爪切りです。はい、もうその通りのまんまの、はい、猫用カーボ爪切りということで、ね、こちらの方ですね、ちょっと買ってまいりました。猫の方ですね、うちもまあ買いましたので、まあ、これね、ちょっと、まあ、どういう感じ、まあ、どれぐらいのね、まあ、切り具合っていうかね、まあ、いけるかなと思うことで、ということで、まあ、こちら書いてますね。まず、1番が毛玉、抜け毛手取り、あ、抜け毛取り、ブラッシング、コーミング、爪切り、シャンプー、飲み取り、カットという、こういう順番になってますね。あ、猫でもこれね、カットするんですね、これね。あ、知らなかった。飲み取りとかね、シャンプーとかはね、あとあんまりやらないですよね、これね。あと、コーミングとかね、毎日しましょうと書いてますね。この中にね、爪切り、2週間前にね、チェックして切りましょうということで、くるっと伸びて肉球を傷つけるのを防ぎますということで、前足と後ろ足の伸び具合は違うのでよく見ましょうということで書かれておりますね。はい、ね、猫さん、まあ、爪切りね、爪切りとかもありますんでね、まあ、基本的にはそんなにね、まあ、神経質になることもないかなと思うんですけども、やはりやっぱ、ね、肉球のところ傷つくとかわいそうですんでね、こんな感じでね、爪切りよということで、今回ね買わせていただきました。これねちょっとね爪切りね意外と難しいのはねここですね。これ神経とかねこれ切っちゃうとねもうかなりね血が出てきてね血管とか切ると本当にねもう血が出て止まらないのでね、まあ、それがちょっとかわいそうなんでね、まあよく見てね透明のところ切らないところもあんと危ないですね。まあ本当でしたらねまあペットショップとかに頼んでもね、まあ、いいかなと思うんですけども、まあこちらでできる分はねまあ何度か爪切りねされたらなということで今回爪切りの方を買わせていただきました。まあ、早速ちょっとねこれね開けてみてみましょうかね。これねはいこれを当てます。ちょっと大きい、あーだめよよちょっとなんでガブニャンがあるのかっていうのはね関係ないね、まあ、猫だからそれだけのことです。はい、はい、こちらがねこんな感じのハサミです。まあ、こういうね、ちょっと角度が入ってハサミですね。これね。はい。まあ、猫さん用のね、まあ、犬でもいけると思うんですけども、まあ、一応ね、キャッティーマンって書いてるんで、猫用ですね。これね、これね、開いたらこう、ここに挟んでね、プチッとこう、ちょうど間にプチッとね、こんな感じでね、まあ、ちょっとね、これで一品やってみましょうかね。こうね、はい、はい、指出してください。はい、ガムニャンさんね、爪いっぱい伸びてますね。いきますよ、切りますよ。いきますよポチッっていうことでねね、こうやってね爪ねポチッとこうね切る感じでねあんまりこうね奥入れすぎてバチやってしまうとね神経切っちゃいますんでね危ないですからね。あ、こうこっちの方がいいかな。こんなこっちしましょうね。これね次ね、あー腕取れたあーね、プラモデルですからね。まあ切れますね。はいはいね、これねこんな感じでねこういう感じでねブチッとね、こう感じで切ります。こうちょうどね、穴入れてね、こうちょっと穴入れて、ちょっとこうね、こう輪っか作って、輪っか作ってね、なんかね、こういう感じでね、ブチッとね、こんな感じでね、切れたらちょうどいいかなという感じで思います。はい、すみません、跳ね取れましたね。まあいいや、これね。はい。はい、というわけでですね、こちらですね、はい、ドリーマンさんからね、発売されてます。一応ね、猫の商品ですんでね、キャッティーマンということで、こちら、爪切りですね、猫用のカーブ爪切りの、商品レビューでした。はい、ありがとうございます。はい、チャンネル登録の方ですね、またよろしくお願いします。はい、バイバーイ。